ネパールの地陸分。北から山岳部、丘陵地帯、平野部。マデシは、ネパール南部に東西に広がる細長い平原地帯。マデス、タライ、または、テライとも言われる地域に住む人々。国土面積の17%、人口の48%を占め、1100万人が住む。土地は肥沃である。南はインドに接する。文化的には北、インドに近い。 言語的には、マイティリー語、ボージュプリー語、アワディ語などを、北インドの言葉が話され、共通語として、ヒンディー語が話される。また、カースト制度も給料部と違って、インドの制度に近い。バラトップル、ビラートナガル、ダーラン、ビールガンジなど、人口の、ネパールで最長の国道、マヘンドラハイウェイが、東西に通じている。マデシ人権フォーラムも参照近年。 マデシュ運動が活発化している。マデス地方の人々への差別の撤廃、ネパール国内での自治権の拡大、議会における議席の拡大などを要求している。様々な団体が活動しており、中には武装集団ジャネタ・アントリック、テライ・ムクティ・モーテ社のようなものも含まれている。恩憲派は連邦制の導入を求めており、一方、求進派は分離独立を求めている。 マデシ人権フォーラムは有力な団体の一つで、この運動では大量の群衆が権利を求めて、街頭活動を行い、それにより、約40名の死者を出している。2008年2月9日、マデシ人権フォーラム、友愛党、たらいマデシ民主党は、統一民主マデシ先生を結成した。戦線は6つの要求を提示した。その中には、マデシ自治国の設立、自決権、 比例代表制、国軍へのまでシ人の採用が含まれていた。戦線は2月11日から12日にかけて抗議行動を表明し、2月13日から無期限のストに入った。ストは16日間続き、カトマンズ盆地を物資不足に陥れた。政府は譲歩し、ストは収まった。 マデシ人権フォーラムは2008年4月10日の政権議会選挙に政党として参加し、52議席を獲得して、第4党に進出している。また、同じくマデシの地域政党である、タライマデシ民主党は20議席、友 i 党は9議席を獲得し、議会の中で、2008年5月28日の政権議会では、連邦制の採用が議決された。現在、 マデシ系諸政党は政権議会で一つのマデシとしてインド国境地帯全体に細長い一つの自治区を作ることを強く主張しているが、これには同じタライ地方の先住民族であるタルー族が反対しており、もうはや統一共産党もこの主張には反対している。2008年7月19日選出された副大統領パラマーナンダジャーは マデシ人権フォーラムの出身であり、また7月21日選出されたネパール、会議派出身のラーム・バラン・ヤーダブ大統領も、またマデシ出身である。ジャーフク大統領は就任の宣誓式をヒンディー語で行い、ヒマデ主系のネパール人から激しい抗議を受けた。ついには自宅に爆弾が投げ込まれ警備に当たっていた、警察官が負傷する事態になった。 2008年8月31日に実質的に発足したプラチャンダ内閣には、マデシ人権フォーラムが外務大臣を含む4閣僚を入閣させ、友愛党からも当主のラジェンドラマハトが入閣している。テライ平原のアザイドにはヒ素が多く含まれており、これを引用とした住民にヒ素中毒者が出ている。これはヒマラヤの岩石に含まれるヒ素が溶出しているもので、 ガンジス川下流域にあたるインドベンガル地方及びバングラデシュでも飲用水によるヒ素中毒蔓延の原因となっている。2004年にネパール政府機関と n g 需要によって発行された調査書によればテライ平原には約80万本のアザイドがあり、そこからサンプリングされたうちの7.4%がネパールの基準値である 0.05mgL を超えており、 深さ10メートルから30メートルの井戸でヒ素の濃度が高かったと報告された。これは、テライ平原に住む5.4%がネパールの基準値を超すヒ素潜水を引用していることを示している。2007年から2008年にかけて、テライ平原20群にある112万すべての井戸調査が行われ、調査後の2008年から2009年にかけては中毒対策研修の実施。 大体水源の提案と建設、家庭用バイオサンドフィルターの配布などの基礎対策が実施された。2010年以降も設備設置や代価などの協力を得て、中毒防止のための啓蒙活動が継続されている。ありがとうございます。